はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、ちょっと、まあ、今月9月僕ちょっと誕生日っていうのがあって、お客様からですね誕生日プレゼントをいただいてしまいまして、ちょっとそのいただいたものが嬉しすぎるので、ちょっと割り込む形で開封動画と、制作に入ろうかなと思いまして、今回動画を撮っております。はい、というわけで、今回ですねいただいたキットがこちら。多分見たこともある人もいるかもしれないけど、ほとんどね動画とかで上がってんのを見ない、モンモデルの、川崎 H2R ですね。スケールがこれが9分の1スケールの、キットになります。これはね、あの発売された時からかなり僕気になってたんですけど、まあなかなか値段するっていうのもあって、ちょっとこう買う勇気がなかったというかね、買ってなかったんですけども、今回誕生日っていうことでですね、プレゼントしていただいたので、しっかり作っていこうと思います。はい、というわけでね、今回はちょっと開封だけになるんですけれども、見ていこうと思います。はい、というわけで、見ていきましょう。で、まあこのキットの特徴で言うと、まあモンモデルっていう、どこの会社だったっけ、モンモデルって中国だったと思うんですけど、確か、香港の、メーカーになるんですけど、基本的にはまあミリタリー系が強いメーカーさんになるんですけども、そこが突然出した、川崎の H2R バイクモデル、バイクキットですね。でしかもスケールが9分の1っていう、大体タミヤの場合だとバイクは標準が12分の1でビッグスケールで6分の1っていうスケールになるんですけど、で大体他のメーカーもそのスケールっていうのが多いんですが、その間の、まあ言い方悪いけどすごく中途半端なサイズではあります。まあ、あの MFH とかの、 あのバイクのキットとかも9分の1だったりするので、まあまあまあ多分そのディテールの再現性とコストバランスとっていうのをいろいろ考えた結果の9分の1っていうスケールなんだと思います。はい、で、このキット、実は2種類で出まして、1つがプリペイントモデルが、出てるのと、あと塗装されてないモデルが出てるっていう感じで2種類、キットが出てます。で今回、いただいたのはペイントされてないタイプのものになります。なのでもうプラの成型色そのまんまっていう形になってるので、必要に応じて塗装してくださいねっていうモデルになります。まあ塗装してある方のモデルになると、まあこういうあのフレームの川崎グリーン、キャンディライムグリーンっていうのかな、このグリーンだったりとか、あと外装のこのガンメタ、あとこのカーボンデカールとかも全て貼り付けた状態、カーボンデカールにこのライン、グリーンのラインとかこういうのはもう全て貼り付けた状態で、届くらしいです。入ってるらしいです。なのでもう、塗装せずにサクサクっと組みたい方は、そっちの塗装済みのモデル買ったらいいと思うし、まあ個性を出したいっていう方はこっちの、塗装されてないモデルを買ったらいいんじゃないかなというふうに思います。で一応このキット、ここにいろいろ書いてあるんですけども、結構ね豪華な、内容的に豪華なキットで、まあこう見ていくと、フロントとリアのショックアブソーバーはスプリングで、フロントのリアのショックアブソーバーとステアリングダンパーは、稼働しますっていうふうに書いてあります。
で、エクセレントステンレスチールブレーキディスクって書いてるんで、ステンレス製のブレーキディスク、前後ブレーキディスクがついてますと。で、でプリペイントモデルは、あ、これはプリペイントモデルのことかな、あ、違うわ、ね、フロントのダクトのメッシュですね、フロントのダクトのメッシュに関しては、塗装されてますよっていうふうに書いてます。で、カーボンファイバーテクスチャー、デカールが入ってますっていうのと、ふうにこの上の段には書いてますね。で下の段見ると、まあ、このキットの説明なんですけども、このキット実は、接着剤がいらないキットです。一応スナップフィットになります。で、まあスナップフィットって言っても、そのスナップフィットさせるようなあのダボ、ピンのプレートをパーツにネジ止めしていって、それをパチンパチンパチンとはめていくっていうタイプになるんですけども、一応セメント、接着剤はいらないですよっていう仕様になってます。はい、なので、まあ順番に見ていって、やっていくっていう形で進めていこうと思います。だまあ接着剤はいらないけど、ネジはいっぱいあるっていう感じですね。はい、というわけで、じゃあ開けていきます。よいしょ。はい、でまあ開けると早速目に飛び込んでくるのがこれ、これ全部カーボンデカールです。カーボンデカールと、カーボンデカールの貼り付け指示書ですね。貼り付け指示書が入ってます。これ見てください、これこのフロントカウルです。フロントカウル、ほぼほぼこれカーボンなんで、こんだけ分割されてるのを全部貼れっていう指定になっております。これだけで何枚あんねんって話ですね。多分ね、このカーボンデカールの紙の多分上半分、こっから上半分が多分ほとんどフロントカウルになるんじゃないかなっていうぐらい、フロントカウルのデカールが多い感じですね、になってます。でまあ他インテークのダクトだったりとか、ちょろちょろとカーボンがあるっていう感じですね。こんな感じんで、説明書、説明書はね、こういうサッシタイプになってて、一応まあ香港のメーカーなんで中国語がメインで書いてあるんですけど、ありがたいことにね、日本語の説明、各部分に日本語の説明も全部書いてくれてあります。はい、ただまあちょっとね、色の指定がね、タミヤ塗料とかの使用の指定じゃないんですよね。多分香港の会社なんで、多分香港でラッカー塗料が使えないんですよね。なので、アクリジョンでのカラー番号と、あとなんかモンモデルの、モンモデルが出してる塗料の品番かなが書いてあります。なのでまあこれをちょっと置き換えつつやっていくっていう形になりますね。はい、こんな感じで、デカールの方がこっちにも入ってた、ホイールのラインのデカールとか、あと各部に入ってるグリーンのラインですね、グリーンのラインとか、その辺のデカールと、あとメタルインレッドが入ってます。はい、で、デカールに関しては、カーボンデカールの方はちょっと違うっぽいけど、こっちのデカールに関してはカルトグラフのロゴが入ってますね。はい、こっちのカーボンデカールの方が反応大変そうなんだけどな。こっちはでもメイドインチャイナって書いてあるんで、多分こっちは自社で作ってるんでしょうねっていう感じになってます。はい、でパーツの方がまあこんな感じで、全部成型色は黒です、真っ黒になります。でまあプリペイントだとこれに塗装がされてるっていう感じになるんだと思うんですが、今回のやつは、プリペイントモデルではないので、塗装はされてません。はい、ただこれね、開封してみて、あ、もうすでに何回か見てるんですけどね、中身は。開封してみて思ったのが、このプラの表面をパーツごとにね、やり分けてくれてるんですよ。だからこのフレームとかは、これ見にくいな、ちょっと待ってくださいよ。
これフレームのパーツなんですけど、フレームとかは多分そんなにテカってないんでしょうね、実写も。若干ちょっと艶消しっぽい感じの成形になってます。この辺見てもらったら分かるかな。ちょっと艶消しっぽい感じの成形になってます。で、こっちのマフラーのパーツ、こっちのね、マフラーのランナーになるとこんな感じで表面がグロスインジェクションみたいなツヤツヤの成形になってます。これはね、このテールレンズの後ろのブレーキランプとかも同じように入ってるんですけど、これ要はテカテカの仕上げにしてほしいものなんですよね。テカテカの仕上げにしたいものはこういう風にツヤツヤの成形にしてくれてるっていうので、だから非常に作業がしやすそうな感じに、塗装がしやすそうな感じにしてくれてます。ただプリペイントモデル出すから、その自社での塗装の工程が楽になるようにっていうのもあるんだと思うんですけどね。多分プリペイントモデルだとこのランナーは多分メッキされてると思うんですよね。メッキされてると思うんで、メッキの肌が綺麗に出るようにっていうので、これはグロス仕上げになってるんだとは思うんですけど、塗装する側としても、こんだけ表面綺麗だとね、この上にミラークロームとか拭いたら綺麗にメッキっぽい質感になってくれると思うので、これはちょっとありがたいかなと思います。で、同じランナーの中でもこっちのステアリングダンパーのパーツとかだけちょっとツヤ消しになってたりっていうので、成形の精度で表面の状態が違うんじゃなくて、もうわざと表面の状態を使い分けてるっていうのがよく分かるようになってます。もう一個ありがたいのはこのマフラーのパーツこんだけ分割されてるんですけど、全部ねゲートの位置が組み付けたら見えなくなる場所にゲートが全部来るように設計されてます。こういうのはもう非常にありがたいかなというふうに思います。で、マフラーの出口の部分も、マフラーの出口の部分はね、多分抜きの関係でこの横にちょっと見にくいな、この横にねゲートが来るんですけど、このゲートの位置は車体側になるんですよね。なので実質組んでしまえばほぼ見えない場所になってるので、すごい考えられて作られてると思います。非常にありがたい感じで、あとこんな感じでエンジンのパーツとかいろいろ入ってるんですけど、こっちのパーツとかも結構部品ごとにね表面の質感が違うんですよ。これここは分かりやすいな。このリアのブレーキのパーツですね。ここリアのブレーキのパーツなんですけど、ブレーキのキャリパーサポートっていうんですかね、キャリパーのステーの部分はこういうちょっとツヤっとした表面の成形になってるんですけど、その先っぽについてるブレーキキャリパーは多分これツヤ消しなんでしょうね、実写も。こんな感じで分かります？ブレーキキャリパーはツヤ消しの表面になってて、でまた細かいことに、これはそうでもないかな、っていう感じになってます。これすっごい芸コマな仕上げになってるかなと思います。でよく見るとちゃんとブレンボのねロゴも、すごく綺麗なモールドで入ってるんで、この辺とかもね塗装した後にちょんとこのモールドの上だけに色入れてあげたりとかしてもすごいかっこいいかなと思います。こんな感じ。他のパーツも見ていくと、ほんと同じようにこのエンジンのブロックの部分とかは多分鋳物やからってのもあって結構表面ザラザラしてるんですよ。けど、ザラザラしてないパーツはちゃんと綺麗な表面になってるっていうので、この辺のタンク系とかもそうですよね。この外装系とかもすごい表面が綺麗
こんな感じ。これ燃料タンクとかですけど、外装系もすごい表面が綺麗なので、全然このまんまで仕上げてあげても綺麗になると思います。うん、だまあ正味塗装しなくてもいけるようにっていうのもあるんかな。うん、でやっぱりゲートの位置とかもなるべく目立ちにくくなるように作ってくれてますね。パーツのあのカウルの合わせ目の影に来るように作ってくれてるので、でまあ場所によっては、こういうアンダーゲートになってたりっていうところもあるので、非常に本当考えられてますね。うん、やっぱりプリペイントを作るっていう前提で、そういう設計になってるんだと思います。うん、こんな感じ。はい、でまあ部品に関してはまあちょっとこんな感じで見ていって、あとまあこれフロントカウル、このカウル類はね、もう切り出された状態で入ってますね。多分これカーボンデカールを貼るパーツが全部ここにまとまってるんですね。多分プリメントモデルは全部カーボンが貼ってあるんで、これは、これだけもう別の製造工程になってるんだと思います。こんな感じで開けて入ってますね。はい、あとタイヤと、あとダンパーのスプリング、ダンパーのスプリングと、あと配管のチューブですねがここに入ってます。で、あと、このドライバーがね入ってるんですけど、ドライバーのこの A の色がすごい綺麗な川崎グリーンみたいな色をしてますねこんな感じになってます。はい、で、あとはクリアパーツは、そっか、これレース用のバイクだからフロントのヘッドライトとかはないから、フロントのスクリーンとリアのテールライトだけですねが入ってるっていう感じになってます。はい、で、あとこれが、これがね軟質素材ですね。軟質素材のシートと、あとお尻周りのパッドですね、がちょっと少し柔らかい軟質素材のパーツで入ってます。だからまあ前のあのモンキーみたいにふにゃふにゃの素材ではないので、割と加工とかはしやすそうかなと思うんですが、まあこれは黒一色なんでね、特に塗装する必要もないかなとは思うので、これはもうそのまま使おうと思います。で、あと、ちょっとお客さんがおまけでつけてくれたのが、これ、モンモデルから出てるオプションの、ディテールアップパーツですね。もうちょっとおまけでつけてくれはったので、これも今回使っていこうと思います。で、これは、まあメインはこれですね。このアルミ削り出しのフロントフォークが入ってるっていうのが、主なポイントかなと思います。はい、こんな感じ。フロントのフォークのパーツと入れ替え、これを入れ替えて、使ってあげるっていう感じで、フロントのフォークがアルミの、金属素材になるんで質感が上がるっていうパーツですね。バイクのディテールアップパーツとしては、定番のパーツになります。こんな感じ。あとこれがですね、ブレーキのディスクですね。これステン、結構厚みのあるステンレス製のブレーキディスク、フロントの2枚とリアの1枚が入ってます。で、あとこれが、さっきも言った塗装されてるダクトのメッシュですね。フロントのダクトのメッシュのパーツになります。で、あとネジが大量に入ってます。でもこれネジもね、ちゃんと種類別に袋で小分けしてくれてるんで、その辺は楽かなと思います。ほら、この間やってた、カレラ GT のタミヤのね、ビッグスケールのカレラ GT みたいに、あれネジがね全部一色体になって入ってたんですよ。何個かに分かれてはいたんですけど、
まとめてネジが入ってたっていうのがあって非常に分かりにくかったんですよね。なんですけどこれは全部あの種類ごとに全部分けてくれてるので非常に親切かなと思います。はいはい、というわけで、まあ、パーツの構成自体はこんな感じになるので、ね、いただいたので前から気になってたキットなんでね早速製作していきたいと思うんですけど、まあ、表面の状態がねこういう状態、結構凝った作りになってるっていうのもあるのでちょっと今回はね手抜きではなくこのキットの素材を生かすっていう意味で、ヤスリがけとかヤスリがけだったりとかサフとかっていうのを極力使わずにいこうかなと思います。うん、そんな感じでいこうと思います。で、まあ、塗装に関しては全部塗装します。これはプリペイントモデルではないので色はついてないのでこのまんま仕上げちゃうと、表面の光沢の違いだけで真っ黒になっちゃうんでちょっと味気ないから塗装に関してはやっていこうと思うんですが基本的に、サフとか、ペーパー掛けはせずにで接着剤も、なるべく使わずに多分全く使わずにいけるんだよな。うん、説明書を見る限りは全く使わずにいけるって書いてあったので、それでいこうと思います。はい、なのでまあ、割とお手軽仕上げな感じにはなるかなとは思うんですが、まあ、このキットの良さっていうのを最大限生かしてっていう形で仕上げていこうと思いますので、また気になるという方はですねよかったら、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけましたら最新の更新情報など見ていただけますのでぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。